オッドフェーステーション はい今週もやってまいりました曲ステーションの時間ですはいはいあれなんか見慣れない顔が一人いるんですけど今日の放送をお届けするのは日和子とはい順平と知念と追加ですよろしくお願いします久しぶりに知念って言葉聞い知念じゃあオープニングのあれまだいってるわいってるよいわ本当にないと思って伝統伝統大切にしていこうこういうのは ああそうだよ。<laughs> 伝統だよ。これだけ。これだけ伝統これだけ、これだけ <laughs> 伝統、伝統。これだけです。あとはね、みきおさんの声もね。 そうそうまだずっとみきおさんなんでずっと CM なはいずっと CM 昔の人の使っずっみきおさんに頼ってますからはいこのこの世代では何も変えない何もしないやでもね私たち私たちかはもうそろそろ卒業なのでそうですねねあの知念は残るわけですよねそうだよで順平と知念があの次世代を担っていくわけなので全然変えても大丈夫ですよじゃもう全部変えるでもおっかけん吹きかけステーションだけはね やっぱ守り続けてもらいたいなっていうじゃあななんでお前,もつお前が作ってないさ <laughs> <ー>厳しいなしかもスタジオがく暗いのではい、はい、余計になんかちょっとね厳しさがうそうですね刺さ,る刺さるんで<な> <laughs> 思い入れなんかあるのあるに決まってるじゃん4年間ずっと「お帰国ステーション」って言ってきたのを、うん、ね その知念たちの代からなくなるっていうのはやっぱ寂しいじゃんね久しぶりに聞いたら聞こえなくなるっていうのが寂しいだけなんだよな別にの変えない理由は寂しいだけだもん寂しいだけですよあと何がありますかじゃ別に変えて最初でオープニングトークするみたいな急にねそれラジオっぽいやめましょうかちょっとあの契約なムードになってきたのではいということでね野の中の銀の蛍さんからこんばんはなんかスタジオが暗いねということであの一応あの次 が私たちの後ろにありまして光ってるのでそれをねちょっとよりこう光ってるのが見えやすいようにって言って暗くしたんですけどそんなにねそんなに光ってないっていうことで明るくする電気つけますかつけようかつけた方がねちょっと心も明るくなってねこの険悪なムードもねちょっと和らぐかなと思いますので本当だ言った通りわーい楽しい楽しい 怖いですね。では、久しぶりということで、近況報告をね、やっぱ知念からしてもらおうかな。近況報告あ、近況報告ね、何があったかな、そう。あ、そうね、しったかな、俺。最近、懐かしいドラマとかにハマっていればよ。おお。え、どんなドラマ冬ソナ。冬ソナ懐かしい。あとうん

それ、ハマってるよって緊急報告する。ハハハハ。ハハなんか、なんか、もうちょい欲しいよね。なんか。なエピソードトークしれって言ってるわけ。そういうことうん。だけど、芸人としての活動はどうどうだったのかなっていうの聞きたい。あ、芸人として。あ、そうだね。あ、そっか。行ってなかったか。ねえ、コンビ組んだばええ、おめでとうございます。ああ。おめでとう。うん。え、なんか、どっかで聞いた。あれあ、言わなかったっけコンビ組んだって。行ったっけな。まあいいうん、組んだんだね。組んで、で、

ちゃんとやらかしたなんだろうってちょっと怖いねねねう開始開始な1時間半か2時間ぐらいかなはははいいいあって6時間ぐらいある中で1時間半ぐらいでもう40分巻きをしよった分40分尺が余っていますって状態いやもう早く喋りすぎちゃったなんか向こうが時計持ってて俺持ってなくてうんうん で、向こうの見ながら「相方のほうがいいのかな?」みたいな「じゃあそろそろ」みたいな感じ出したからで、当然ボケもしないばやなツッコミもしないしあれどっちがツッコミなのちなみにボケとツッコミツッコミ相方さんがボケボケだけどこういう立場になったらどっちがボケてどっちがツッコむみたいなババババって変わっていったりするもんじゃなああまあまあそうだねえ ボケもしないしツッコミもしないあーもうなんか一般の客お客さんとしてそうそうそう隣で見てる一人で喋っている <laughs> <laughs> もうわからんええー。ーもう時間大丈夫みたいな感じでやってくるからそしたら四十分巻きほんとにありえんと思って、ね、どうしたどうしたこれうん <laughs> この40分。この40分は、他の、あの、うんうん、同じ事務所のやつがたまたま見に来てたから、<ー>そいつと俺で40分喋って。あれありがとう、ありがとう。とう <laughs> 休憩ってなって、普通に飯食いに行ってるわ<ー>そっかそっか。お客さんだな。うん。客でしょ、客。<laughs> <laughs> で今ははコンビは一応やってるけど別にライブとかもその後一1回ぐらいしかなかったからそんなもそうなんだえ、うん、そんな感じですかね何、えー、か面白いコンビだねえー、面白くないよ聞いてるだけだとあのだいぶ面白い一回外から見てみたいもん司会、うん、やってたその光景 <laughs> <laughs> かったなでもさすごいよね置き祭のさ司会やるってさなんかその助けに来てくれた芸人がもともと土日2日やるんだったけどこの組んでる相方がそいつから仕事を奪ってきたえ事務所内で仕事を奪い合ったえななんか俺たたちの方ができますみいうんなんじゃないかな

楽しい一年の話も聞けたということで、きょがね、<laughs> いさっき、あのたかしーさんがわざわざドーナツ持ってきてくれたんですよ、ああ<ー>1年がねちょうどいなかったとき。<ー> そそううでたかしーさんからコメント来てて「こんにちは今名護に向かってます」ということで気をつけてわざわざね届けて名護までね向かう予定があったんですねありがとうございますあとで美味しくいただきますありがとうございますあとでねあよかったよかった勝手に食ったのかなでも勝手にって言うけどだってほぼ来てないからじゃあ俺も休む時は休みますってちゃんと言ってるじゃんえ最近は。 最近、最近はね。最近は、ここ数日、ね、ここ数日、ここ数日、ようやく LINE が、ちゃんと。 ラインの使い方が分かんなかくて、あの面倒くさいから無視しちゃダメっていうのを最近習った。誰から誰から。お母さんが教えてくれたのかな。そっかそっか。まあまあ、あのシーサーさんからもね、知念君久しぶりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日が二十三日ということでね。明日は何の日ですか。 明日はただの日振り返り休日だね。振り返り休日ですね。そうそうかもしれない。うん。もっと他にあるでしょ？他に。はい考えて考えて。特別な日じゃん明日って。二十四日。二十四日？なんかありましたっけ？分からん。本当に分からん。ちょ現実逃避してます。みんな現実逃避。ちいか分かるよね。え？明日？あ友達の誕生日。あそうなんだ。おめでとうございます。いやおめでとうございます。いやいいね。明日イブです。イブ？イブ？ クリスマスイブ。あ、使う、使う、よく。進まない、進まない。話が進まないよ、今日は。はい、そうです。クリスマスイブなんですよ。ということで、今日のトークテーマが、クリスマス。うん。話続くこれ。今日このトークテーマで大丈夫だったかな お題のテーマをクリスマスにするんだったら「うんうん、明日って言わんで明後日は何の日ですかでクリスマスって言えばいいのにクリスマスイブだからなんか変な感じだなって思ったけど、ね、<laughs> いやでもさなん,かなんかクリスマスってイブの方が大切にされてる感ない、うん、じゃだからそれは作ったからでしょ勝手にそうなんですか, <laughs> なんかあったねねそののクリスマスマ話がでしょ えと生誕が25です、キリストの。だから普通に考えて25を大切にすべきだばわかりました。じゃあわかりました。じゃ商売をするために。ごめん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 この期間中はクリスマスでみんなにぎわってるので後ろにもクリスマスツリーはありますのでそうですね。はいだから中宙がうまくまとめてくれて惜しかった。はい、クリススマなんですけど じゃあみんなのクリスマスの予定をね、やっぱ聞いていこうかなと思って、まあ恒例ではあるんですけど。じゃあ平和なチーカーから行きましょうか。<laughs> か <laughs> マイク落ちた。待って何？<laughs> てクリスマス。聞いてる？い聞いてる？イヤホン消えた。うんうん、えっとクリスマスの予定は、はいはい。いや聞くなよ。<laughs> <で>聞くな？いやまあないんですけど、うちら今あれさ。 現実と向き合わないといけないじゃん。そうですね。私とチーターは多分クリスマス一緒に過ごすことにね。二十五日。えー、朝から夜までかな。はい。ひたすら卒論をするっていう。そうパのーだね<ー>そう。卒論の。卒論パーティーするんだよね。そうだね。なんか、ど、本当はまあ、大切な人とね、過ごしたりとかね。<laughs> そういうのはあったんですけど、いやじゃなくて、あそういうことだよな、にちょっと一旦黙ろうかな。一旦ひるっとします。えっとそうなんですよ。だから日とかはちょっと卒論の方でやって、そのなんだクリスマスとは別で、黙れお前。そクリスマスとは別でまた友達とねもう忘年会 うん、一緒になんかやろうねみたいな話はした。ああ、そうなんだ。もうクリスマスは捨ててる。そうだね。いや、クリスマスはね、やっぱ家族と過ごすっていう日でもありますから。本来はそうですから。本来はそうですから。っていう順平はどうなんですか。そうだ聞きたい。うん。二十五。うん。五はあれですわ。僕あの学校でバイトです。学校でバイト。そうです。コンピューター管理室のバイトしてて。あ、そうなんだ。そうです。明日じゃない。二十五日ははい朝から十三号館建物にずっといますよ。あ。 そうですかはいじゃあ会うかもしれないねそうです夕方まではあ、いますいます。じゃあもう三人でクリスマス過ごせるということでねうん。まあ夜は別件があるんですけどはいはい別件別件何別件何しねえさん何かありますかあれあれああ。あの別に逃がすとは言ってんし俺がずっと味方と思わない俺はあれ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 俺は今日全員と敵だから全員なのあそうなのえどういうことどういうことどういうこと ああ、じゃあ、そういうことじゃなくて、ただ、単純に、みんなと敵です。宣言。なんで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 誰の味方にもならない。久しぶりに会ったと思ったら、なんで敵宣言するの俺は。あの、リスナーとも敵だよ。いええそうなんですかひどい今日。ひどい今日、やばい。 どうした年内最後だぞどうしたのじゃあ眠たい確かに眠いから機嫌が悪いそうです最悪じゃあもうもういいですじゃあもういいですそしたら理不尽極まりないですよねそうそうそうでですねはいうん。クリスマスといえばクリスマスプレゼントじゃないですかうんうん。はいそうですねそうだよそうですよね楽しみだよねはい楽しみね でであのー、楽しみみだよよね大読す皆さんい<や>大丈夫いやいやこれ今日、うん、あの私クリスマスプレゼントのあるランキング用意してきたんですけど、はい、みんなが「聞きたい」って言うんだったらあの言いますああじゃあいいですもうじゃあそういう言い方するんじゃなくて「聞かせます」って強制すれば。<laughs> じゃあしょうがないですねってはなりますよ。私の心が折れそうなの。折れそうなのじゃあえじゃ聞かせます。そう。リスナーにしたことはいはいはい。リスナーさん聞いてください。とですね。20代女子577人に聞いた彼女が絶対に喜ぶクリスマスプレゼントランキングというのがありまして。気になる。気になるよね。気になる。はいはいはい気になる顔してますね皆さん。 ということで、当ててください、このランキング。はあ。はノーヒント。当ててほしい。ノーヒント。えー、ヒント ?1 位えっと、5位から1位まである。えー。それを、ノーヒントじゃあ分かった、じゃあさ、えー、5位だけ紹介するね、じゃあ。あそうね。この全体の流れがわかるかもしれないですね。はい、5位、5位。位はですね、花束。はあ。え 本当に本当に花束77票入ってるんですよ。本当にだけどだけどこの花束だけじゃなくて他のプレゼントにプラスアルファで花束を。そういうことです。特に赤いバラは嬉しいっていう意見がありまして赤いバラの花言葉が「あなたを愛しています」。重重いいすね早速来たよ早速。 俺は言ってんんぞなもじゃあねその5位花束を参考にして4位当ててほしい4位はい4位は何でしょうかシャチハタ便利だしどうしてどうしてどうして4位シャチハタ便利じゃんクリスマスクリスマスだよクリスマス特別感特別感あじゃあ実員実印か えと違います嘘むずそれは何ですかブランド名とかですかいや違う違うもの名詞ってことか名詞名詞え4位ですもんねなんかもう定番っちゃ定番だよんでクリスマス限定みたいなこと普通にただ欲しいみたいなことも金はいつでも欲しいやし金はいつでも欲しいねそりゃそうだじゃなくてなんだろうなクリスマスっていうこの特別感だからこそ欲しいみたいなああ 5位が花束なんですよね。そうそうそう。5位が花束。で、あ、あなたを愛しますなんで、4位ですね。婚姻届。ああ。重ああ。重絶対喜ぶ。絶対喜ぶでしょ。絶対かな。絶対かな。一応、ちなみに20代女子に聞いたやつね。婚姻届は、え、わかんないな。付き合いが浅い人がもらったらちょっと、 ちょっと、どの、人によるよ、それは。付き合ってる年数と関係なく。関係なく、関係なく。何がいいですかね。一年目でも嬉しいやつ。ケーキとかあげとけば、喜びますかね。ケーキあげとけば喜ぶ。あげとけば。来ました、皆さん。あげとけばって言ってました。え、わかんないですか。あ、ガソリン。欲それ、それ一年が欲しいやつでし違います。え、じゃあ四位はですね。ブレスレット。 入ってますね理由としては普段は自分であんまり買わないもの確かにね確かにって思うよね女子からするとんかネックレスとかイヤリングとかねピアスとかは買うと思うんですけどブレスレットってあんまり買うイメージないのでそれを彼氏からもらうと嬉しいっていうねあじゃあ上げ足取るわけじゃないですけど怖くないですかんかそのアクセサリー系って趣味とか好みが合わないみたいな。 テレビでよく言うやつね。あ、経験ないから別にな、そうね。ごめんごめんごめん。僕らよみ間違った。俺ら。そうです。僕らラジオだけで一旦静かにしていいですか？一旦一旦口閉じていいですか？一旦ね。えどうだろう。趣味。どうでしょう。趣味ね。うんうからないからで男性は難しいはずだけどマイク消す。 男で敵敵敵だだねなんか一応ブレスレットとかはねさっき純平とかも言った趣味とかね合わせるのって難しいけどこれなんだろう結構長く半年とかさ付き合ってたら分かってくんのかなあ分かってほしい気持ちはあるよね。でんかデートとかに行った時に「あ可いい」って言ってるのを覚えててくれたらすごい嬉しいかも。 そうなんか覚えれる人がいたらね男子二人が遠くを見てます覚えれる人もいるさねまあ男子としてあんまり興味がないっていうのもいるけどはいだしなんかネックレスじゃないブレスレットってそんな個性的なデザインとかあんまりシンプルがシンプルがね多いから多いしなんでも嬉しいよね正直もうなんか言っていいかなもうなんか言っていいも何言い何言いたいことあるんだったら言ってくださいどうぞあのなんか えーえー、チーカーになんだけど、一、えー、<laughs> 人ずつ名だ知りみたいな<の>感じ、<ー>怖いな。違う違うあの今回指摘するのはチーカーね。怖いな。何の番組これ？何の番組？何組ですか？はい、あ、なんかなんか付き合ってたら趣味がわかるようになるとか伝わってほしいみたいな挨拶入れてたじゃないですか。う,うん、うん。なんかあ自分ねあの言わないとわからんみたいなね。 あるくせにね、自分のは伝わってほしいという、なんかちょっと、まあ、あ別に、別に、まあ、俺ぐらい理不尽かなって思う <laughs> 仲間か、じゃああ,<ー>あ、でもなんか俺言うかもしれん自分はあ、言う言ってるから相手に伝わってるかもえ、どういうことクリスマスはこれが欲しいみたいなっていうか言うのあ うん何が欲しいっていうかまあ何系このアクセサリーとかでもアクセサリーって言ったらそれだともうもらえたら何でもなんだろう日,日常的にこういうのが好きみたいな話をしていてあそ,うそ,うそのあ<ー>多分もらえる日がクリスマスであってほしいみたいなうん、うん、日常で話すかもしれん、ね、なるほど日常で話す感じ <laughs> じゃ良かった良かった良かったそうそう <laughs> ああなんか付き合ってるだけで別れようみたいな感じがすごい伝わってきたから言葉だけだと。<laughs> あ、なるほどね。よかった、よかった。じゃ、あじゃ、あじゃ、あ全然、じゃ、あ大丈夫。大丈夫かな。今日、怖い。はい、はい、はい。一年の笑顔見たらさ、このセリフから見たら、怖いわけ。じゃ、あバチバチの中、三位いきましょうか。はい、あの、はい。花束。ブレスレットと着たら。 なんかツイキャスではひーさんが第3位はスタッドレスタイヤって書いてますスタッドレスタイヤちゃんと季節待ってるはいでも沖縄で需要あるから沖縄は雪の時にでも走れるようなねそうそうそう高いよあれ高いですね高いよ冷静に考えよう彼女の気分になって。でも有馬記念の当たり馬券って欲しくないですかいいいいいららんんんくくなな あ、すみません失礼しました。当たり券か。失礼しました。そう当たり券だよ。人それも女子も好きな人多いよね。え、そうなんだ。で今日あれ佐藤のダイヤモンドがねラストレースなんですよ。え、そうなんだ。一昨年の有馬記念のグランプリバ。ーへそそれを彼女にプレゼント。当たり馬券ででも。当たり馬券。当たり馬券っていうのは何何が当たるの？あ、だからレースがあるじゃないですか。その一頭の馬を予想したらとか賞金がもらえるんです。おお、いくら？ そ倍率でいきいです一番人気がみんな投票するじゃないですかそうしたら倍率がどんどんちっちゃくなっちゃって賞金も少なくなっちゃうんですえいくらぐらいもらえるの大体大体掛け金によるよね倍率だからその人がいくらかけたか1枚300円ぐらいですかね1枚300円ぐらいからからえで1枚だけ買って当たったら300円もらえるってこと円にかかける倍倍んと ああすぐね怖いよねお金もらえるああって上がって三百三十ですねああいやまあそんなもんですよねでは三位三位三位行きましょう三位もう時間ねはいはいはい発表発表三位一位発表あんまりできないのであんまりでないので発表しますで三位がですね指輪ええ九十三票何右手 の薬指とかにつけてるやつ。いや多分そうじゃない。あの左手はね、あのー、ちゃんとちゃんとそこはプロポーズしてもらってからがいいよね。いいと思う。うん、左もらったらちょっとあれじゃん。ちょっとなんかそういうの考えていない人からもらったらすごい困るかもしれないので、そこはね。でまあ特別感があってペアの指輪とかもすごい嬉しいっていう意見がねあ,ありましたよ。はい。<ー> 2> で2位が、うん、2> ネックレス101票。 でネックレスで特に欲しいのはまず普段から使いやすいデザインうん、うん、あと可愛い,いデザインブランド<お>ブランドもちょっとなんか例えば4度 c とかね<ー>と人気うなやつが欲しいっていうのとあと高級感がある見た目にああじゃあなんかサイトでパッて調べてパッて買えるやつがいいってこと サイトでこれ人気ですよってやつをパッて買えばいいってこと,<ー>とそこはちゃんと <laughs>、あのー、お店にね行って選ぱ嬉しいですよね。ね <laughs> <laughs> それで買ったとしても、言わない方がいい。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 あ、これメルカリとか、絶対一緒じゃなく絶対に一応だめ。ードも壊れるもう選んでくれた時間が、やっぱ嬉しいから。ああ、そういうことね。はい。あと、はい、一位。一位。一当ててほしいな。一位。一位。一当ててほしい。クリスマスプレゼントですよ。はい。当てて。あ、でも、意外かも、ちょっと。なんかもじゃないんだよね。物じゃない。もじゃない。うん、急に。 私物で全部来てたやし出てきたかもしれないけど位は違うんですよ言葉とかそういうことうん違う行行為というか行動というか場所というか5位から2位までのあれに入りますかその関連性みたいなないですはい夜景夜景おおおおおお近い近い近いよ近いよかすってるかすってる夜景が近い夜景込込みみ やけ景の見える見えるやけの見える居酒屋夜やけの見えるもっとおしゃれにおしゃれにおしゃれな感じあバル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 コラボコラボしなくていいけどバルバルって何あ知識ないやつだえ肉屋さんお肉屋さん あれ違う。<laughs> いいです。え夜、ー、景の見えるレストランです。レストランです。ですはい。えー、ディナーです。ディナー。<laughs> はい。秋です。すディナーがね一位ということで、113票ありまして <laughs>、えー。すごいですね。えー、結構。そう。なんか意外だったかもしれないですね。いや,いやベター全部。<laughs> <laughs> でもぶっちゃけチーカーどう？女子からなんか女子のあチーカーの この気持ちとして、ランキングどう思う?。ああ。なんだ、一位にそれか。ね、なんかね、なんか私もなんか、ああ、位それか、レストランか。うん。うん。で、やった、今、聞いてびっくりした、ちょっと。ね、でも、これ、多分さ、夜景付きディナーだけじゃないよね。その、そう、それを皮切りに、プレゼント持ってこい。だよね、だよね。多分、そうだよ。そういうことです。はい。 男性の皆そうういことですつまりプレゼント何か物を持っていく夜景の見えるレストランでディナーしてネックレスあげて最後に花束あげれば完璧ってことなるほど言い方がねの言いいい方がねだだったらんろう何々すればいいんでしょうみたいな投げやりな感じがちょっとそしたらこのどっかに全員当てはまるだろうからこの3つのねかするだろうから。 それで、あの、安んぱはい、ということでね、えーと、5位から1位まで発表しましたがはい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 こ3つやっつけば、何かしらはかするからね、皆さん発表しましたが、えーとですねーたかしさんから、このディナーについてね時間を共有したいんだろうかというね、来てるんですがあなるほどまあまあ、そうでしょうね、きっと特別な時間を、こう、ディナー食べながらね共有したいっていうのは、もちろんあると思いますねうん、ありますうん、はい わかるよ。俺は演技だから、これは。ちゃんと、ちゃんと俺は心では分かってるから。本当。あ、じゃ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 あ、嘘でいい。嘘でいい。えっとですね、あとはね。全然嘘でいい。ええ、ひいさんからですね。え高台の公園でサンドイッチを食べながら、クリスマス過ごします。ああ、いいえ、いいあ、でも、それはそれでいいよ。いいですし。 い、うん、いいと思いますそういうクリスマスも私は、はい、ありだと思います。でねなんかこう、はい、やっぱブレスレットとか指輪とかネックレスとかって、うん、まあお金かかるっちゃかかるじゃないですか。確かに、うん、皆さんの,どの予算って大体どのくらいですか<え>クリスマスマプレゼントあげるとしたら 人生でマジ一回も考えたことなかった今後あるかもしれない今後のことを考えようクリスマスプレゼントどれくらいなのかなと思ってレストランとか彼女にね彼女にでチーカーはもし彼氏にあげるんだったらあげるんだったら予算高台のレストランに行ってネックレスあげて花束だからそうなあざっと計算してざっと。

千円以内だったらっていう円も項目があって、そうなんかお金がない人向けに千円以内でも女子が喜ぶプレゼントっていうのがあったんですよ。ゴリバですね。あ、正解。大正解。当たったね。そうそうそう、お菓子とかスイーツ、あと雑貨小物。さっき純平があの打ち合わせの時間にちょっと言ってたバスバスバスバブ。とかもバスバブ。とかもなんか。 あ、間違えたそうそうそう,そう、うん、いいっていう声がありましてはは、えー、はいはい、はい、今ちょっと追加数ねあの<ー>再開しました。はいうのがありましてあと2000円以内っていうのもありまして、うん、何だと思いますか2000円以内で嬉しいもの。えー、2000円札 <laughs> あ<ー> <laughs> 珍しいからね珍しいローソンでおろせばローソンでおろせば2 0円札出てくるけどあ、そうなのそうですそうです ATM あっち ATM へぇーファミマそんなことも知らんのえ、ローソン限定ローソン限定ファミマはないですねローソンがあ、ローソンへぇー知らなかったですえ、え、常識これあ、そおろしたことある人はわかるかあ、おろしたことないやローソンでうんうんうんそれで 2000円。他には他には。大喜利これ。面白いこと言っていこう。2000円以内、2000円以内。はい。ないね。あでも2000円以内がスイーツとかなんですよね、小物とか。えちょっと倍になって2000円。うん。何が。多分これ当たらないかもしれない。物とかも買えちゃうかもしれんしね。ちょっとなちょっとしたものなら。確かに確かに。当たらない。うん。あのなんあの私これ。 サイトで見たんですけどどうして2000円以内にこれが入ってるのか不思議に思いながら見てました答えは「手紙」え怖怖いい待って円以内私もちょっとさっきぼーっとしてたんですけどよく考えたらこれだよねなんで2000円以内に手紙が入ってるんだろう うん。えとなんかあのプラス情報で夜景のディナーにプラスして手紙が欲しいっていう意見。二千円でくれる。のあちょっと安めのディナーなのかな。ラーメン屋。夜景が見えるラーメン屋さんでディナーとしてラーメンを食べるっていう。それにプラス手紙。ラーメン屋で。新しいじゃない。面白いかもしれない。でなんか女性の声として手紙は。 当然のように添えてくれるものだと思っています。当然のようにものだけじゃなくて気持ちが見えるとやっぱり嬉しいっていう声がありました。手紙って渡したことある？なんか誰かに誰か手紙？え手紙？なんか今時ねどうなんだろうと思って手紙ありますよあるありますありますおえそれは彼女 あ、なんか距離を置きたい人にちゃんと背景から始めて敬意ぐれ距離を置きたい人に渡したんだえどういうことどういうことえそれ詳しく教えてもらってもいいかな放送時間外でね時間外でねあ、そうそうですね時間外でねああ、なるほどそういうあの意見がねありましたでも手紙もらったら嬉しいじゃないあと年賀状ぐらいじゃないですかああ。クリスマスじなっつってうん年賀状ねはいはいはい っていうあのランキングがありましたが時間がだいぶ経っちゃったんだけどこれ男性版もあるんですよランキングどうします今日1時間これでいいんじゃないですか時間これにするでも知念がすごい楽しくない顔してるからめっちゃ楽しい嘘ついてないよ怖いよめっちゃ楽しい本当に一応 youtube で残るからねその顔がちゃんと笑顔を残しておいてください怖い怖い怖いやだ はい、じゃあ一旦 CM 行こうかな一旦 CM 行くはい行、うん、きましょう一旦 CM ですはい,いはい行きましたいやどうしてもラインがしたくない時期があったんですよ。あその人 <laughs> <laughs> で手紙送ったんだ でも何かレスポンスをしないとダメだよな、どうしよう、どうしよう、どうしよう手紙返して、これ預け,預けるんで渡したいとか。で、それからは来なくなったの。いや、それが来たんです、うん、手紙ありがとうって LINE に来たんです。ああてか手紙、だって LINE でなんか送るより手紙で送られた方がなんかより大切に思ってんのかなそそうそうっそてそ感じがしてるの。そうう親しい中の人に背景ですよ。いや、まあだから伝わらない人は伝わらんよ。ん俺は。 うーわいすっごいことやってるって思ったけど <laughs> 嬉しいとか言ってたじゃん嬉しいとか言ってたじゃん <laughs> <laughs> でも背景はえとあそんななんかでも気にしないかもなんか<だ>あそういう人なんだなって思う誰々さんにおかれましては何々のことと存じますおーすげええぐいことしてるこいつい、ね、いこいつえぐいことしてる でも嬉しいとなるんだろうねめっちゃ逆効果だと思うそうかも。そういう人はね逆効果だと思う CM アーケどうするいいよ決めて何をやりたいことあマジであんな宣言したのにじゃあ変るかじゃあ変えうぜ男性版もあるんですけどってあんな宣言とりあえず CM 行くか OKCM みたいな感じで入ったけど

あ、間違えたかし、えー、ーさんから、ですね<ー>さっきごめんなさい、クリスマスの話ばっかりしてて、はい、コメント来てたんですけど、読んでなかったので、ーね、パーっと読んでいきます、たかしーさん、今更さらだけど、ツイッターフォローしていいかなと来てるんですが、どうう <laughs> ん、まあ、あのーまあ、別にフォローはしてもいいですけど、あ返さないです。<laughs> <laughs> おかしいさんこれ全部知念が言いました。私たち何に疑問持ってませんそんなこと。はいぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。あとですねヒーサーさんヒーサーさんじゃねえ間違えた。ヒーさんヒーさんからね。はい。ヒーさんからこんにちは。明日はお茶漬けの日。ええなんでだ。えそうなんですか。なんでだ。日本のお茶を楽しみましょうって来てるんですけど。ええ私イブしか知らなかったです。何理由がわからん。 あ理由知りたいですね確かにぜひ教えてくださいおけの日みたいななことのかななんかあるじゃん毎月22日はショートケーキの日みたいなあええ 24? みたいな感じのんか理由付けを聞きたいああそうすね確かにただ24はお茶漬けの日ですみたいなっていうわけはないやしそんなわけはないやし理由をね教えてくださいお願いします知念のために教えてくださいね でもなんか永谷園のやつでお茶漬けの日ってあったんですけども5月17日なんですよ。あれ？あなるほど。うん。ああ<ー>。長谷園じゃないのかなじゃあ。じゃあみんな敵。<笑><笑><笑>すぐ敵にする。えー、っとですね。なんででしょうなんか。あとねいろいろ来ててごめんなさい全然読めてなくて。だからね。どうしましょうかね。まあ分からんからね。 シーーサさんからですね私がさっき MC を放棄しようとしてたんですけどそしたら AJ 君次年度は MC だから慣れさせてみようかということであでも日和子さんいううちは絶対やんないですよ私がいなくなったらもうお願いしますねあっその時はその時は頑張りますよはいぜひお願いします知念もね知念が一番先輩になるわけだからそうねうん じゃあだから一番先輩ってことは権限あるってことです。あ怖い。この余韻が怖い。純平よろしくね。あとはよろしくね。来年のオープニングどうしましょう。オープニングはもうね。今は今ははい。後から後から話しましょう。えデドルフさんからですね。はいさあお久しぶりですひよりこさんチカちゃんガソリン代があったの？あはいありましたよ。何が何が何が？あそうですね。もうガソリン代がなくて来れないみたいな。 ああ、きはガソリン代があったから来たってことなんだその理由はえへ TWICE、TWICE 知念君、おき捨ての皆さん、メリークリスマスということで、早めのね、ありがとうございます。シーサーさんから、知念君がいれば安心だねと来てました。もうね、ラジオ聞いてる人分かんないと思うんですけど、知念の椅子の座り方が、もうやる気ないんですよ、全然。あのさ 別に映ってないいいんんだからじゃ映ってます映像にはバッチリラジオ聞いてる人には関係ないじゃんラジオ聞いてる人今すぐツイーキャスつけてくださいということでね CM の前に話したんですけどさっきは女性が彼氏からもらったら嬉しいプレゼントランキング発表したんですが次は男性版ですはい5位から1位までありますはい彼女からもらったら嬉しいプレゼントランキングがあるんですけどはい それの前に男子が2人いるのでちょっと教えてほしいなと思ってリアルな声個人的にそう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 欲しいもの5つ5位から1位まであいいよ別に1つでも欲しいものを教えてほしいあむずいなそうだクリスマスねクリスマスねクリススマでしょ彼女からね彼女から考えて考えてはい考えてあ俺もかんだよあ、なんですか あクリスマスだから限定限定とかあるのかなのあのビールああはいはいはいなんか季節のビールありますありますねあそれ嬉しいタケだけ缶ビール何でもいいもうビールなら彼女からあもらってでみんなで あれ飲むってこと？あ、でもいいし。あ、みんなでじゃないみんなでじゃない。彼女と二人で。あ、でもいいし。一人ででもいいし。ん<ー>あ,あ、まだ、あ、かリアルな声って感じ。<ー>あ、そんな感じなんだ。え、純平は？有華総研。あ、欲しい。リアルだけど。あ、でも。

は。今日みんな。まあねそういうことそういうねあの意見もありますがリスナーさんはどうなんですかね。多分リスナーさん男性がほとんどだと思うのでね聞きたいですね。聞きたい。うん聞きたいですね欲しいもの。でちなみにじゃ調べたランキング紹介していいですかお願いします。5位腕時計。あ ああどう別に俺普段つけてないからなんか腕時計の良さがあんま分かってあれもらえば使うっすまあまあまあもらえばだから別におっしゃこれがクリスマス欲しかったんだって俺はならないならないそっかそっかで4位はマフラーああ思った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 女子版の時に思ったけど女子はないなって思った。 女子がもらったら嬉しいのには入ってないなと思ったんだそう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 これは男性がもらったら嬉しいやつ嬉しいマフラーもらったら彼女からじゃあまあでも沖縄だから別にそんなあそんな寒くないし確かに嬉しいんじゃないかな嬉しいですか寒いければ3位がですねキーケースあああ車ああ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  男の人は嬉しいんじだよね。二位が名刺入れ。ああ、仕事してる人はね、そ確かにね。あ、もう全部。それ。全部当てはまってないから。しんどい場よは。さっきから反応が。ああ、じゃあ、だけだから。理解はできる。理解はできるけど。何一つ当てはまってない。あ、そっか、そっか。寒くもない。寒くもない。時計も別に。 つけない。うん。だから良さがわかんない。キーケース、キーケース。俺車に興味がないから。あ興味がない。の。うん。名刺入れ。名刺だから持ってない。あ持ってない。あじゃ分かった分かった。一位一位頼む。一位一位かけおきま一位がですね。財布。あい。あない。金ない。

これでフォローして大丈夫ですかね。うん大丈夫大丈夫。バッチリバッチリ。こえてるよ全部。全部マイク入ってます。あとで編集してこれ。そうです。生です生です生放送でお送りしてますが、えっとですね。はいはい。あルテモルドルフさんからは手編みのマフラーとかセーターは困りますよってきてます。あああ。え私がさっき言ったのはマフラーしか言ってないんですけど、買ったものと手編みとまあ両方あるのかな。あああるね。 ぶ、うん、っちゃけどうなんだろうねそれはどうなんですかね全然かかって <laughs> じゃあ嬉しいけど、うん、そあの手編みのマフラーじゃなくてもうほんにち,ちっちゃいものでいいからもらえるんだったら嬉しいからちっちゃいものそうだからもうなんあ何でも言えばこの<に>折り紙でも嬉しい折り紙手編みのマフラーでも嬉しいけど一緒だわ作ってくれたっていうああ<ー>折り紙でいい <laughs> ああ なんか別にあなんか作ってくれたっていう時かけなくてもいい家庭が嬉しいって感じそういうことなんじゃないえ、なんか知念がめっちゃいいこと言ってるじゃあ俺まともってば嘘今の全部嘘俺これ俺嘘で言ってたらヤバくないすっげえ怖いぜ俺だってさっきと全然違うからさどれが演じてんのかが分かんなくなった分かんなくなってきたじゃあ教える楽しそう楽しそう何今のなんか怖かったの最 え、チーカーはさあ、逆に男性からなんか手編みのマフラーとか <laughs> えどうなんだろうって言わいると思う思ういるよね最近いると思うわ、ん、けそうなんなら名前付きとかねううあ発想出せ発想が出せるってこと欲しいですか彼氏の名前が例えば何にするレンタロウだとするじゃん<う><う>でレンタロウ、ハート、うん ひより子みたいなね。ええ、そういうの欲しいですか。欲しい。うん、あ、なんか。ああ、いらないか。ひよりこしいわどっちいや、だ、なんだろう、なん、なんだろうな。えっとね、レンタロウんが格好良かったら欲しいかも。あ、その名前も刺繍入っても。うん。好きな人からもらったら嬉しいかも。うん。あ、訂正したな。格好いい人から。好きな人に。えハットでお願いします。さっき、あそこ、カットでお願いします。はい。 誰も聞いてないから大丈夫だ。聞いてます。はいはいはい。あそえ、そうですね。あ、レドルフさんからさっきの手編みのマフラ？ー別れた後処分に困るんですよ。あそあれそれそれえ別れた後ってやっぱ処分するもんなの？知らん。あ、すみません。相当嫌だ。わからん。 え、どうだろう。あ、でもするか。するか。するかもね。そうですね。うん。でも本当にめちゃくちゃ高級な。あ、あ、手編みは違うとして、じゃ、えっと、高級な。キーケースとかさ。高級なキーケース。そう、実用的。高級みたいなやつね。もうもらったとして、その後別れました。どうする、これ。高級なんですよね、それ。 高級でめ今からでも全然使える。質屋。売る売る。なるほどね。ああ。頭いいかもそれは。うん。えええああ。そっかそっか。えちかは？え？これ同じ考えだったんだけど。売る。使ってない状態の場合だったら、うん。結構な価値っていうかね。まだね触ってもない。いや使ってる。もう使ってる。使ってるし何なら愛用してるぐらいな。 ああ<ー>結構使った後に別れたみたいな別、うん、れたみたいなええー、どうどうなるんだろう譲渡譲るの <laughs> 誰にえ誰に俺さちょっと譲られた人めっちゃなんか新しいの買ったんだけどさ<雑>これ使わんつ。 言わないんだ言わない言わない彼女から元カノからもらったやつ言わない言わない重くなるじゃないですかでもそれあげたあげてそれがたまたま元カノに見られたりしたらさ別に忍者も関係ない人だし別れたんすよね別れたよえでもえ嫌じゃないたとえ別れたとしても元カレが自分があげたものを友達にあげてた っていうのが分かったら。まあまあ人間としてはひどいけど。処分の仕方がないんだから。別にもう普通に言ったら、普通に捨てるよ。別に。<laughs> <laughs> それ以外の方法でしょ。そ,ね、それ以外の方法だったら。いやいや全然全然、あの捨てるっていう意見もね。そっか。うん。捨てれるんじゃない。いやひよいこさんがその立場だとして、どうしててほしいですか。それ。保存。ああ、保存しててほしいかも。<ー>でもじゃあ、その人が新しい。 うん、女の子ができた。ああ、そっか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 。その子の気持ちにならないといけないんだ。そう、嫌だね、そしたらね。嫌だわ。あ、いや、じゃあ、捨ててください。はい、捨ててください。そう、結果、そうなる。結果ね、そうなりました。あ、そうなんですね。うん、うん、うん、うん。まあ、そんな感じで、男性のランキングも発表しました。 ということで、で一旦 CM 行こうかな。はい、時間もあれなんで。うん、はい、CM 行きます。はい、行きました。あと6分。CM 明けが6分か。6分。どうしますかもう最後だからなんか。かお放送がだからこうん、うん、今回で最後っていうのを。あ伝えて、うん、じゃあ今年一年を振り返って。 はい、CM 開けました。お帰国ステーション、お届けしてます、はい。もうエンディングですね。あっという間。はい、あっという間です。うん、でね、えっ、ー、と、お知らせがありまして、はい、今年の放送は今日で最後となります。ーい, <laughs> いやー、最高の回でしたね。<笑><笑><笑>いや、本当に最高の回でしたね。うん、ドーム。 最近は適当に、本当？何？何が本音なのかわかんないから怖いですよね。終わるのか。<laughs> やっと寝れるって嬉しかったし。<laughs> あの始まる前から寝ていい？みた結構真顔で言ってきてたんで、んはい。まあ寝かせてあげるとして、はい、で来来年の放送が1月6日ですね。 1>, はい、1月6日の放送が、えー、来年1回目の放送となりますので、はい、ぜひ皆さんそちらも聞いてほしいなと思いますでは今年最後ということなので、はい、振り返ってみんなからそれぞれなんか一言言もらえますか<は>じゃあ誰からいく誰かいいかな先先やりたい人じゃあ<ー>知年手挙げてるから知年いきますか知念からいくはいえ嘘つきがいます <laughs> <laughs> 何についての振り返ってな振り返ってかまあ今年をんか一言で表すみたいなことでしょあ別に何でもいいですあ言で表してもいいしあのもう語っていいよ全然あと4分半あるんであじゃあ時間全部潰していいわあこちら何も言えない一言ずつパンパンパンって終わらせてもいいよいいよじゃあじゃとりあえず一言言いましょううんええ今年ね まあ、変化なし。ええ、そうなの。本当に変化ない。安泰。そう、だってもう三年と変わらん、授業も変わらんし。授業の量も。授業の量もね。なぜかね、授業の量も変わらないし。そう、内容、内容も変わらんば、別に。変わるけどね。びっくりなことに、二年からずっと内容変わってない。ああ、授業内容。内容変わっててほしいな、それは。それは。 なんかあれこれ、去年も聞いたことあるぞみたいな授業、かなすげえすげえだからこそあれでしょ5年生になるわけだからタイムリープしてると思ういいように言うなそんな感じですね、今年はもう変化が本当にないそれもいいじゃないかな、変化なしっていうじゃあ来年は来年は現状維持だから来年もループしとく。 このこの,<れ>この流れをループする。あれあれあれ。あれあれあれそしたらお帰国ステーションがずっと続くからな <laughs> 楽しいからお帰国ステーションが楽しいから <laughs> ループしたいんだよ。そうですか。内定がたくさん出るかもね。そうだね楽しみにしておきますじゃあ <laughs> はい。はい 私はリスナーとしてね聞いてきますんで、私も。では近い行きましょうか。近いく。うん。えっと今年はお一人ステーションとかも何回かやらせてもらって経験なんだ楽しかったから、そうだね。よかったなみたいなって思っただけ、思ったぐらいかな。それと日和子との会も多くて、あそうだね。なんかリスナーが深まりましたね。深まった？うん。ありが あれ、皆さんとかとお話できたから会えたりしたので良かったです。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ私は私もでもね一人ステーションもね何回かやって、四回ぐらいやったかなぐらいやったし、だね二人の回もすごい多かったので、なんか前よりもこう話すね、そうだね結構回数もねだいぶ多かったんですけど。 でもそれだけリスナーさんとこう会話ができたので、はい楽しかったなと思いますね。はい来年は多分私ああと何回本当に数回しか出演できないんですけど、はい最後まで楽しみたいなと思います。では最後準備いきますか。はい今年からだったんですけど、まあ最初覆面学生として登場して確かに懐かしい。あだったね。二回目ではいマスクを脱ぎ本名を一回目で晒し。でもいつも死にかけた時に記念さんがいてくれてですね。困っ

全部壊す。全部壊して全部作りましあとなんかシャタドルすごい期待して入ったのにシャタドルのあれがなかったんですよ。シャタドル。懐かしい。何んだったっけぐらいな。そうですね。はい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 。一年間ありがとうございました。ああ。終わる？まだね来年もありますし。来年もねぜひ皆さん聞いてほしいなと思います。はい。という感じで。 あたちょ時間が微妙なね感じなんですけど。一人喋り好きたんだろう。頑張れ頑張れ。もうこんなねこういう態度だからシーサーさんから知念くん今日はかなり余裕ですねって来てます。余裕ですよ。はい本当に余裕の感じでね。ひよりこさんの来年の抱負聞いてみましょあ私来年の抱負言ってない。来年はえっと違うあの内地にね行くんですけどそこでもあのはい。 いろんな人と関わって楽しんでラジオできたらなと思ってます。はい。いいですね。いやいい回だった。素晴らしい。素晴らしい。イラッとするわ。で、今日の放送お届けしたのは日よりこと、淳平と、知念と、ちーかでした。じゃあ良いお年をバイバイはい。ありがとうございました。